もうお疲れ様です。ワイズファクトリーです。いや、最近コンビニのレジ長くないですか？仕事多すぎませんか？さっきも近所のコンビニ行って結構な長蛇の列ができてて、またなんかね、おでんだコーヒーだ長えなと思いながら並んでたんですけど、別にコンビニのレジをディスってる話ではないです。僕並んでる時に後ろにね、女子高生の2人組が、部活の内容までは分かんなかったんだけど、2人でね、部活の愚痴をこぼしてるんですよ。なんか男子は気合入ってるのに女子が足を引っ張ってるって言われるみたいなことをね、まあ一人が言ってたんですけど、相方の方がなんか納得いかないよねみたいなやり取りがね、なんか女子高生も大変なんだなぁと話をこう聞き耳を立ててたんですけど、なんていうかね、なんか言っちゃっていいのかな、あれだよね、 LINE で言うって言ったら、相方の方が LINE は良くないよ、言うんだったらちゃんと直接言わなきゃって言ってるから、僕背中越しに聞きながらこう、そうだよ、目を見て言わないと伝わらないよって思いながら、まあ、相方の方がまともでよかったなと思いながら聞いてたんですけどね。なんかね、その文句言ってた方の子がね、もう毎日心が削られるよなんて言ってて、部活って大変なんだな部活が大変なの、女子高生もね、なんか僕ぐらいの達人になるとね、悩みの 99% お金で解決しますけどね。ほんとねえ、若いなりに悩みっていうのはあるもんだ。改めましてワイズファクトリーです。まあ、そんなこんなでですね、なんか昨日の動画ですか、なんかボディバランスで、オートバイ乗る時のね、こう体の使い方みたいなの で今日も、ちょっとお客さんいらっしゃって、こうね、もうつなぎ買っちゃってスポーツ走行やりたいなんていうお話をね、ご来店いただいてこうお話聞いたんですけど、ちょっとやっぱりその体の使い方みたいなお話でご質問いただいて、なるほどと。走ってるとオートバイ乗る時の体の使い方ってやっぱり疑問に思うもんですかね。僕なんかはこう競技やってる時にこういかに体をうまく使って、オートバイのフォローをするかみたいなことを考えながら走ってましたけど、ちょっとね、僕もね、いざ説明しようと思ったらどうすりゃいいのっていう壁にぶち当たったんですよ。なぜならば皆さん教習所に行って、まあ、クラッチの操作なんか教えてもらって、じゃあ走ってみましょうなんつって、そろそろっと言って、はい、じゃあそこ右曲がってくださいって言ったら右曲がれるじゃないですか。なんで曲がれるんですかね、あれってね。車だったらちょっと多少分かんなくはないんですよ。そのハンドルを切ってね、行きたい方向までハンドルを切っていけばそっちの方向へ行くみたいなのは理屈がちょっと分かるんですけど、オートバイって別にハンドル右に切ってくださいって言われるわけでもないし、じゃあ体イン側に右側に入れてくださいって言われるわけでもないし、じゃあ右足踏ん張ってくださいって言われるわけでもないですよね。なんとなくはい、じゃあスタートしました、はい、じゃあ右曲がってください、左曲がってくださいって曲がれちゃうんですよ。これって不思議だなと思って。だってスキーだってね、初心者スキーってどうやって教えるんですかね、最初ね。僕も多分何にも分かんないでね、板の上乗って、はい右曲がってって言われても、まあ、体は行くでしょうけどね。なんとなくこう暴言みたいなのを習って、左に曲がりたいときは右に体重かけてみたいなね、右行きたいとき左に体重かけてほーらねーみたいな教え方するんだと思うんですけど、オートバイってそういうの習わないじゃないですか。なんでいきなり曲がれちゃうのっていうね。そこへ持ってきて、みんな勝手にできちゃってることに対して、さらに僕らが、こういうふうに体使うといいですよってどうやって教えたらいいのかなっていうね、壁に直面してましてですね。まあなんだろうな、まあまあだからね、積極的にこうオートバイのサポートをするっていう意味で、
ちょっと分かりやすいのがやっぱね、体の使い方っていうか、あの2人乗りされる方なんかは分かると思うんだけど、実はねオートバイってこう、後ろに上手な人が乗ると結構2人乗りって楽なんですよ。でヘタピー乗っけるとものすごく大変なんですね、オートバイ支えたりとか曲がったりするのが。でこうブレーキした時にもものすごいこう G がかかったりとか、じゃあ加速するとか、あの2人の息が合ってたりとか、本当に上手な人を後ろに乗せるとすごく走りやすかったりするんですよ。だそういうのを1人で乗ってる時にこう体を使いながら積極的にこうオートバイがこうしてほしいみたいなのに応えてやるっていうのが多分乗り手のボディーワークみたいなことだと思うんですけどね。だからもうほんとこれをね、まあ、昨日の動画でも、昨日の動画じゃないか、ちょっと前にも撮ったけど、ステップワークの話とかね、ハンドルのステアリング積極的に操作する方法とか、まあ、これはあんまりね、これは僕だけの話かもしれない。あとはこう積極的にこうボディバランス使って曲げやすくしたりとかね、まあ、当然あのブレーキかけるときは腹筋と背筋で支えてハンドルにあんまりこう負荷をかけないとか、加速するときは当然こう腹筋背筋でやっぱ体を支えてね、当然だって自分でバイク加速して怒っちゃうなんてことはもう論外なので、いやこうやって考えるとやっぱあれですよね、オートバイ乗るって割とスポーツですよね。だからまあ僕あのスポーツだっていう考え方でずっとオートバイ乗ってるんで、まあフィジカルも大事だなということで、なんか無意味な柔軟体操なんかもやってますし、うん、そうですね。だからまあちょっと今日ね、まあまたあのその体重移動の話とかボディバランスの話はまたしたいと思いますけどね、うん、これはじっくりしてえな。なんでみんな曲がれんだ、教わってねえのに、すげえな、うん、ちょっと改めて思っちゃいました。今日はね、なんかあのコンビニの女子高生の話のインパクトが強すぎて、うん、大丈夫だよ、頑張ってればきっといいことあるよにって思いながら僕お会計してたんですけどね。